たわしは鍋や食器などの洗浄に用いるブラシの一種。棒状のたわしを卵円形に曲げて固定した典型的なものは、一般的には亀の子たわしと呼ばれることが多い。しかし、この名称は日本においては亀の子たわしに使用商点の登録商標である。一方、鍋や食器を洗浄するためのスポンジ製のものをスポンジたわしとして、たわしに含めたり、取っ手や柄付きのもの、 水道ホースに直結できるものもある。主に植物性の繊維を固めたブラシに似た道具。繊維の部分を対象物にこすりつけることで汚れを落とす。古くは藁や縄を丸めたものが戦場に用いられていた。亀のこだわしによって、手狼を用いたものが普及した後、昭和時代の中頃に日本国内での手狼の生産が衰退すると、 より硬いヤシの繊維などが用いられるようになった。江戸時代後期の戦場具手裏の繊維を針金に挟んで、ねじり、毛先を揃えて、楕円型に成形したもの。水に強く耐久性に優れており、ヤシの繊維のものに比べて、柔らかいことからワし健康法などにも用いられる。日本国内では、昭和時代の中頃を境に原料としての手裏の生産が衰退したため、 現在では一部を除いて、国産の種ュは採取されておらず、原料としてほとんど流通していない。亀のコタワシ亀のコタワシヤシの繊維をねじった針金に挟んで固定し、毛先が揃うように卵円形に成形したもの。一般に用いられるヤシの繊維は長期間水に浸かると腐ることがあり、繊維が抜け落ちる原因となる。ヤシの繊維は硬く、対象物を傷つけやすいため、 主に金属製品や陶器などに用いられる。また、小型で柄付きのものは布製の靴を水洗いするためにも用いられる。一般的に呼ばれているたわしとは、大抵の場合、これを指す。柔らかいスポンジでは落ちにくい汚れで、傷が問題とならない箇所、例えば調理器具、浴室、布製の靴などの洗浄には、亀の子たわしや金属たわしが適している。 西尾精細門のが発明した靴吹きマットに用いる、シュロを針金で巻いた部材を、妻のヤスが曲げて、掃除に用いたことから洗浄用の道具として改良し、小画面に形状が似ていたことから亀のこだわしと命名し1907年に発売。その後、シュロより硬い繊維であるヤシの繊維を用いた、より耐久性の高い亀のこだわしの製造も始まり、 2014年時点で5億個以上に達する。1908年、西尾は実用新案を取得。実用新案の権利期間が満了する直前に特許を出願し、1915年7月2日に特許第27,983号、たわしを取得した。スリムたわしスリムたわしかめのこたわしに比べて、細いたわし。カルカヤの繊維を棒状に。 針金でまとめたもの。油汚れに用いられる。スポンジたわし発泡ポリウレタンをそのまま用いたもの。吸水性に富み、洗剤を含ませることで洗浄が容易にできる。食器などの油汚れの洗浄に効果を発揮する。スポンジ部分に洗浄剤あるいは塗りを含ませた製品もある。背の部分に不織布のパッドを貼り合わせて。 汚れの具合によって使い分けられるようにしたものも多い。細かい部分を洗いやすくするため、スポンジ全体を目の洗いネットで包んだ製品もある。自動車の洗車などにも用いられる。変わったところでは、目の洗い物が塗装前の足付けに使われることもある。国内では、アメリカ生まれの抗菌セルローススポンジたわしや、和歌山生まれのキクロンたわしが有名。 抗金材を含ませるなど、抗金加工を施した製品もある。金属の細い線を丸めたもの。対象物の表面を削り落とすため、非常に洗浄力が高い。金属製品の焦げ付きや錆落としに用いられる。鉄の非常に細い線を面上に固めたものは、スチールウールと呼ばれる。ナイロンなどの繊維と研磨剤を固めたもの。 調理器具などの頑固な汚れを落とすために最適である。スポンジタワシとナイロンタオル、プラスチックなど傷つきやすいものには使用しないよう、注意書きがある。ヘチマタワシ入浴時に体を洗浄するために用いられるヘチマの実の繊維をそのまま用いたもの。ヘチマの実を長期乾水につけて腐らせ、果肉と種を取り除いて乾燥させることで作られる。アクリルケートを編んで作る。 ありがとうございます。